それでは薪の方を拾っていきたいと思います。散歩がてらに近所の公園に来たので、はい、それでは、戦利品じゃないな、散歩行って集めてきた薪が結構取れましたよ。こんだけ取れた。こんだけあったらだいぶなんとかなるでしょう。これでウッドストーブの中入るでしょ。まあ、やってみてからのお楽しみやね。それと、これだけの薪を作ろうと思ったら、これ大変なのよ。なので、ちょっと用意しました。はい、それでは、コロ巻きと、これがコロの巻きね。で、これが端材。びっしり入ってるからな。20キロずつ。で、これが普通の巻き。この巻きはさすがに使われへんな。ま、裁断機にかけないと。半分に割って。それめんどくさいから、コロ巻きを買ったので、これで巻き割りしたいと思います。うん、これぐらいだったらちょうどウッドストーブの中に入るぐらいの大きさになると思うから、はい、今度はやっていきたいと思います。よし、登っていこう。というわけで、こんだけ作りました。結構な量あると思う。こんな使わんやろ。衣もこんだけやったら十分でしょ。よし。あと、フェザースティック。ちっちゃいのをちょっと作ってみました。見にくい？見にくい？わからん？うん。まあいいや。はい。これで、火付けいきたいと思います。あそこに誰かがおる。いいよ。誰か、あれ？あ、おった。何してんの、そこで。後で上行くからね。はい、それでは、ウッドストーブの方を組み立てていきたいと思います。初めて使うからな、どんな感じなんやろね。二次燃焼っちゅうのを見てみたいんだけど。これな、読み方分かれへん。リクサーダ、よく分からんけど、まあ概要欄にまた書いときます。どうやったかいな。どうやったかいな。こうでしょ。で、こうでしょ。これでストーブになるっていうんやから、なるんでしょうか。あと、これがこう来て、これがこう来ると。はい、これでごとく。はい。まあ、今日はこれで調理したいと思います。楽しみや。で、うちの子たちは、何よ、ラッシーも何をしてんの。ご飯作るよ。
初天か、うん、おフェザースティックなかなかいいね、うん、お燃える燃える、どんどん入れていこう、お多分これ桜の木やと思うけどな、さあどうなっていくでしょうか、はい、それでは日が落ち着いてきたので、ご飯の方を炊いていきたいと思います。なんか炊けるかな、はじめ強火中パッパ、赤子ナイフも蓋取るな、よし頑張るぞ、はいよ、なんか真っ黒になるなそりゃしょうがないけどすげえ楽しい楽しい、これでご飯炊けたら楽しいよね、うん、死んじゃう、いい感じに炊けてくれたらいいんだけど、ご飯を蒸らしてる間にかっぱえびせん天丼を作りたいと思います。ちょっと丼ぶり、あれ見えてる、こんな感じ、ちょっと丼ぶり、ちょっと丼ぶり、よいしょ、入れます、水を普通は 80cc なんですけども、かっぱえびせんが吸うから、100cc にしました。巻きをくべないと、巻きがない。で混ぜて、でちょっと甘めに仕上げるのでお砂糖をちょっと入れます。砂糖を入れて、火にかける、よいしょ、沸騰しすぎたらかっぱえびせんを入れて、とにかち、よいしょ、よし、でちょっとしんなりしてきたら卵で閉じる。ゆらゆっと天閉じ丼やね。そしたらよいしょ、こっちにできたのをかけます、よいしょ、
できた。完成。うわ、めっちゃ美味しそう。うわ、うまそう。これうまいぞ。さっき食べるね。いただきまーす。うまっ。めっちゃうまい。その間にもう一品、小籠包を後で作ろうと思います。いや、これはうまいぞ。最高や。うん、楽だから分からないの、うん、あー、うまいわ。それでは続いてメスティンで小籠包。お水張りました。中豚、あと、ごとく、何、蒸し豚はここにあります。蒸し豚はここにあるので、これぴったりサイズが売ってるのね、知らんかった。なのでこれで、そろそろ口が開いたので、よよ、おお、うまそう。じゃこりゃ、蒸し上がったな、これまた。よし、そしたら食べたいと思います。いただきます。熱そう。よいしょ。小籠包やね。熱っ。肉汁がすごい。うん、うまっ。めちゃめちゃうまっ。あ、こ拾ってきた薪で全部料理終わるってすごいよね。うん、うまっ。ということで。
ウッドストーブは万能っていうことがよく分かった。あとメスティンが万能っていうこともよく分かった。うん、十分使えるよね。燃焼効率がすごくいいね。うん、びっくりするわ。これだけの薪でこれだけのものが作れるんやから。いやありがたいありがたい。私作ったやつ何もいらへんけど、火ないから燃やそう。よいしょ、せっかく薪割りしたから、よいしょ、よいしょ、はい、え、ペレットでもいいみたいやけどね、火力出るみたい。猫の砂、砂っちゅうか、うん、ウッドペレットっていうやつ、すすで真っ黒なるけど、きっちり二次燃焼したら煙も出ないっていう炎が出るんらしいんですけどね。まあまあ十分十分、これだけ燃えてくれば、燃えてくれれば最高だ。お腹も膨れたし、ラッシーは寝てるし。ここどこなの、何してんのお前。検証終了。これからこんな形で3ヶ月間はいかんとダメなのね。ワンズがもう暑くて外に出せないので、朝晩以外はだからキャンプに行けなくなったのね。なのでここでこんな感じでやっていきたいと思います。それではお疲れ様でした。